ごきげんよう、あっちゃんです。今日はこちら、じゃんじゃじゃーん、ポケモンセンターでの購入品を紹介していきます。で、本日購入したものはですね、こんなに大きい袋なんですけど1点だけでこちらになっております。ダダン、はい、あ、こっちでした。じゃじゃん、これだけで即戦力。これは、プレミアムトレーナーズボックス一撃。はい、これは、ポケモンカードの一番新しく出た最新パックとなっていて、それの、一撃のボックスになっています。あの、友達がなんと買ってきてくださって、本当にありがとう。友達見てるかな。はい、今日はね、これを開けていくんですけど、なんか即戦力って書いてあるので、こんな私でもね、もうパック開けることによってデッキをね、構築できちゃうんじゃないかなと期待を寄せつつ、今日はね、開けていきたいと思います。で、今回この一撃っていうのを開けていくんですけど、このパックから、あの、スペシャルアートっていうイラストのカードがあるそうで、それをね、引けたら私はとっても嬉しいなと思いつつ、え、これどうなってるんだ。あ、おちょっとね、いっぱい入っててね、びっくりしてます。想像以上に入ってる。はい、まずこちらが、拡張パック一撃マスターが15パック入ってるそうです。めちゃくちゃ多いよ。なんかすごいね、圧巻じゃない。ウーラオスめちゃくちゃいる。はい、今回はこちらで、まあ、前回、ピカチュウのね、ダイマックスのやつを開けた時は4パックだったんですけど、今回これだけあればさすがにこのね、ここに描かれてるウーラオスを引けるんじゃないかなと思っております。さあ、そしてこれが、カード157枚もあるらしい。すごい。あ、もうウーラオスいる。でもこれじゃなくって、またね、別の、スペシャルアートのウーラオスもいるみたいなので、それをね、ちょっと引けたらいいな。そうかそうか、だからこれをくれたんだ、友達は。はいはい、続いて、あとね、もう一個だけ入ってます。わー、すごい。これが、毒と火傷のマーカーで、対戦の時に使うアイテムですね。これもダメ感といって、ダメージ受けた時に分かるように載せるやつ。これもあれだ、こうやっていけるかな。ほっ。そしてこれがダメ缶ケースなので、このキラキラのダメ缶をこの中に入れるみたいです。よし、ではまず一パック目いきます。はあ、怖いね。でも15もあるんで、はい。続いて、わーい、いいんじゃない、幸先いいんじゃないですか。2パック目いきます。どう、光ってる。光ってなさそう。あ、でもサポーターカードが出ましたね。あ、かわいい。いいね、いいね、いいね。では続いて、ちょっと今日はね、サクサクといきますよ。がしかし、スペシャルアートではない。まあ、でも順調ですね。いい感じです。ヘルガーが出ました。続いて、4パック目。はー、ドキドキ。いきます。じゃらーん。あー、ノーマルだけだー。さあ、続いて、5パック目です。一応なんか5パックに1回、このレアの、レアリティのカードが出るようにはなってるみたいなんですけど、出るかなー。いきまーす。5パック目。あったはずなんですけど、これは確かノーマルのコケコですね。普通のカッコケコ VMAX。 はい、6パック目。あ、ノーマルカード。でも推しがいた、推しの
ニャドランがいました。かわいいね、綺麗なイラスト。では続きまして7パック目、早いね、7だ。よし、いきます。じゃじゃん、あ、光ってるミニッキュだ。あ、ミニッキュです。これも今回からのイラストのミニッキュになるんですけど、めちゃくちゃリアルじゃないですか。怖いけどいいね、リアルで。ミニッキュ好きですよ。アセロラちゃんのね、相棒です。いいよいいよ、順調だよ。しかも見て、ヤドンいたんだけど、めっちゃ可愛い。これ普通のヤドンじゃなくて、このプリンのタイプのヤドンだ。可愛い。8パック目いきます。ドン、え、光ってる。これはノーマルでした。では続きまして9パック目、じゃじゃん、どうですか、光ってる。あ、しかも待って待って、あ、クロバットだ。私クロバット V っていうカードをお友達に借りてめちゃくちゃ好きなんですけど、 V じゃなかったけどクロバットだ。いいねいいね。そしてかっこいいクチートも引いてた。ちょっとこれも見せちゃおう。かっこいい。これも今回のパックからの新イラストのクチートになってるみたいです。あ、10パック目です。あ、残り5だって。やばいね。まだ私が狙っているスペシャルアート、そして、ウーラオスの一番高いリアリティのやつが出ていない状況です。では10パック目いきます。はい、光ってる。がしかし、がしかし、あー、あ、でも今回の一撃からの新イラストというかのやつですね、演武を。でもそろそろ私を安心させてほしいな。では11パック目いきます。じゃじゃん、光ってない、光ってなかった。よし、じゃあ続いて13パック目。あ、待って、13じゃないか、12パック目だ。どっかで数え間違いをしていたようです。でもいいよ、あと3パックあるって。いきます。カプコケコの V でございます。これの1個下のレアリティのやつだ。あ、じゃあなんかコケコデッキが組めそうですね。あ、いいんじゃないいいんじゃない、ピカピカ。よしよしよし、ちょっとこの流れでスペシャルアートを引きたいです。そろそろ来てほしい。来ます。はい、残り2つです。いよいよ、14パック目こちらです。あれ、この流れはあれ、この流れはもしやもしやもしや良くない流れですか。まあでも動画をね、回してるということは、世の中になんかね、たまに耳にする動画用展開というやつを期待するのであれば、ここでウーラオスまたはスペシャルアートの何かしらが出てくれるんじゃないかな。期待を込めて開封していきます。お願いだよ、ちょっとなんか私ダメダメなやつになっちゃうよ。いきます。15パック目こちらです。15パック目はこちら、アップリューの V。 アップリュー、アップリューね、アップリューね、いや、アップリューです。アップリューでした。そうか、出ませんでした。まあ、でも一応、一撃ウーラオスは出てくれたんですけれども、スペシャルアートは出ず。そうか。でもでも、ちゃんとね、一撃必殺の引けましたし、コケコのね、デッキも組めそうだし、いいんじゃないかな?はーい。ということで、ちょっと、今回もね、私は、引きたいカードを引けなかったんですけれども、
でもノーマルカードの方もちょっとお気に入りカードがいくつかあったのでこっちもご紹介しちゃいますね。まず途中で出てきましたがこちらガラルヤドンでございます。普通のねヤドンは全部ピンク色なんですけどガラルのヤドンはプリンみたいになってるんですよね。かわいい。あとおでこがシワシワなんですよ。なんでなんだろう。そしてこれが進化した、次の進化かヤドランになってます。でちょっとさ見えるかな、頭がねさっきまでは黄色かったはずなのに進化するとうっ血しちゃうんです。血の巡りが悪くなって紫色になってて、でこれ私はうっ血って呼んでるんですけどみんなはどう解釈してるんだろう。あのね噛まれてるんですよねこうやって、だからやっぱうっ血しちゃったのかなって私は思ってるんですけど、みんなはどうこのヤドンを見てますか、ガラルヤドンを。これ私はうっ血だと思うんですけど、ぜひ皆さんの考察をお聞かせくださいコメントで。で続いて私のお気に入りカードをご紹介しちゃおう。はい、こちらポカブ。え、めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。特訓してもらってるのかな。そして言ってこなかったんですけど実は私ジジイロンも結構好きなんです。こちら、え、可愛くないですか、めっちゃ好き。じゃあ今回はそんな感じかな。まあいい感じに1,2,3,4,5,6,7,8 枚、15パックで8枚キラキラのカードが出たので、ウーラオスのね VMAX は出なかったんですけれども、でも結構いい感じに私のポケ稼働が今回は進めたんじゃないかなと思っています。次はねうまいことデッキを組んで対戦とかもそろそろやっていけたらいいなと思っておりますので、ぜひぜひ次回の動画もお楽しみにしていてください。この動画が良かったらチャンネル登録そしてグッドボタンの方よろしくお願いします。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。